はい、それでは優しい日本語核フレームの構築によるかかりゆき解析について名古屋技術科学大学の角張隆生が発表します。研究背景なんですけども、これ計算機が文章を正しく理解するためには、まあ、文節間のかかりゆき関係を解析する必要があります。例えばこちらの例のように、まあ、カメラでっていうものが、まあ、走っているにかかるか、まあ、見たにかかっているかっていうのは、まあ、計算機は簡単に判断することができないので、まあ、先行研究で行われているまあ、KNP やカボチャなどのかかりゆき解析を使って、まあ、解析することになります。まあ、特に京都大学が開発した KNP は京都大学核フレームというものを用いて、まあ、かかりゆき解析をしています。まあ、この大規模な、まあ、京都大学の核フレームを用いて、まあ、かかりゆき解析を行っても、まあ、先ほどの例のカメラでっていうかかりゆきの先が走っているという誤ったかかりゆき解析を行ってしまっているという問題があります。このような問題が起こる原因として考えられるのは、まあ、京都大学の良いところでもあるんですが、まあ、大規模で、まあ、自動で作られたため、まあ、大規模な核フレームができているんですけども、まあ、そのため、まあ、こちらの右の例のようにその日本語とか英語っていうものが一つの用例として存在しているのに、こちらの方にも日本語とフランス語が出てきて、逆に場所を表すステージっていうのも混在してしまっている。ステージの場所を表すのは下の用例に似たようなものがあるので、こちらに合わせるべきというふうにあって、実際この用例は不要なものではないかというふうに考えられ、この用例はノイズとなって解析の際に悪影響を与えると考えられます。それは本研究では人手によるノイズの少ない核フレームを構築することで、その有用性というものを調査し、かかりゆき解析の性能の向上というものを目的として、今回優しい日本語核フレームの構築して、それを用いてかかりゆき解析をしました。はい、今回対象とする表現なんですけども、人手で核フレームを構築するということで、大規模なものは作ることができないので、まずは優しい日本語という日本語を平易化するために選定した基礎語彙2000語あるんですけども、そちらの2000語の範囲に限って核フレームを人手で構築します。核フレームの要素となるのが核要素、核述語なんですけれども、本研究では優しい日本語に含まれる名詞、左辺名詞、代名詞を核要素として、核はガ・オ・ニでの4つで、述語は動詞、左辺名詞のものを対象として核フレームを構築します。で、核フレームの構築は次の 4段階で行っています。まずウェブ日本語 N グラムの解析を行います。3グラムの、もので、優しい日本語に含まれている核要素、核、述語の3グラムで、例えば車に乗るとか私が行くとか写真を撮るといった、これらの狂気頻度っていうものを計算していきます。次に動詞、述語の前に来る核要素がどういう述語についてついて出てくるのか、どういう核で出てくるのかっていうのを念頭に置いて核要素を、グルーピング、用法が似ているものに関して、カテゴリーでまとめていくという作業を行います。家と学校っていうものは、家に行くとか、学校に行くとか言うんですけども、逆に海とか山も今、海に行く、山に行くとか言うんですけども、逆に建てるっていうのを、何々を建てるという核フレームに当てはめると、家と学校は建てるっていう、何々を建てるっていうのを当てはまるんですけども、海を建てるとかそういうふうには言わないので、ここで全部行くに当てはまるんですけども、建てるを見たときに
まあ、それぞれ、まあ、用法が違うので、まあ、それぞれ建物と、まあ、場所というふうに、まあ、分けることにしています。まあ、この下の、まあ、人とか役割っていうのも、まあ、同様の理由で分けてあります。で、隠れ家の構築は、核要素の先ほどの 3g で、まあ、核要素をカテゴリーに置き換えて、まあ、それぞれの競技頻度を全て足したものが、まあ、その何々に乗るの乗り物に乗るっていうものの、まあ、競技頻度が975という、まあ、仮の数字なんですけども、まあ、こういうふうになるというにしています。で、最後に、まあ、核フレームの調整を行っています。まあ、これは人手で行っているんですけども、まず、核フレームに所属している、まあ、カテゴリー、まあ、先ほどの段階で、まあ、その解析した結果を、まあ、カテゴリーに落とし込んでるんですけども、まあ、その段階で、まあ、解析した中で、まあ、文法に誤りとかがあった際に、まあ、その誤った、まあ、不適切なカテゴリーが、まあ、その核要素の中に含まれてしまっている、まあ、残ってしまっている状況なので、まあ、これでは、京都大学の核フレームと同じ状況というふうになるので、まあ、そこで、まあ、不要な文法の誤りとかでできてしまったカテゴリーを削除して、まあ、逆にそのネットとかの、そのウェブ上で出てこなかったけれども、まあ、日常的な会話で使うとか、そういったカテゴリーを、まあ、追加しています。あとはここで、クレームの来るカテゴリーによって、まあ、特にひらがなの動詞何々を書けるといった場合に、まあ、何か物をある場所に書ける、それか、まあ、その人自身が書ける、走るという意味での、まあ、ひらがな表記の動詞は、まあ、語義が、まあ、書く要素によって、まあ、語義がだいぶ変わってくるので、まあ、それらの語義ごとの、まあ、曖昧性をなくすために、まあ、書くフレームを分割するという作業も行っています。そしてさらに、まあ、書かれ受け解析を行って書くフレームの修正というものを行っています。実際にどういうことをしたのかというと、優しい日本語コーパスで、まあ、全て優しい日本語で書かれているものを、まあ、書かれ受け解析をして、まあ、実際に解析することができなかったものの、まあ、その書かれ受け関係を核フレームに、まあ、登録することによって、その、書かれ受け関係を、まあ、核フレームが認識することができて、次の、書かれ受け解析では、まあ、うまく、解析することができるというふうになっています。逆に、カテゴリーが、まあ、一つにまとめすぎていて、まあ、うまくその、書かれ受けを解析できなかった場合もあるので、まあ、その際には、まあ、より細かく分けるようなことをしています。で、今回の研究で、構築して、まあ、作成したカテゴリーは84種類ありまして、まあ、人とか場所とか時間とか、まあ、いろいろな、まあ、この 代表例が、まあ、書いてあるんですけども、まあ、このようなカテゴリーを分類しています。で、また、構築した核フレームは621で、まあ、対象として述語よりも数が大きくな多くなっているんですけども、まあ、その理由としては、まあ、下に挙げている例のように、まあ、挙げるを一つとっても、まあ、二つの意味があるので、まあ、このような、まあ、ひらがなの動詞の、まあ、語気曖昧性を解消して、まあ、隠れも構築しているので、まあ、数が多くなっているというふうになっています。で、本研究で、その先ほどで構築した核フレームを用いて、まあ、係受けを解析を行っています。まあ、その大まかな流れはこちらのようになっていて、まあ、文を入力して、まあ、カボチャで、まあ、形態図解析をして、まあ、文節区切りまでをしています。で、そこから、まあ、核フレームを用いて、抽出した核、まあ、述語、まあ、核要素に適用する、まあ、係式を、まあ、核フレームを基づいて解析をしています。まあ、具体例を見ていくと、実際に彼が泣いている犬を呼んだという文章を入力したときに、まあ、かぼちゃで文節区切りまでします。まあ、そうすると、まあ、彼が泣いている犬を呼んだの4つに切れます。まあ、それぞれ、分節ごとに必要な情報を抽出していくんですけれども、まず、彼が乗り物には核要素として、まあ、彼
で、まあ、核にはがで、まあ、その彼っていうのは、まあ、人という、まあ、カテゴリーに属しているので、まあ、人という、まあ、カテゴリーと、まあ後ほどこう、置き換えます、まあ、逆に述語の場所は泣いているで、まあ、泣くという、まあ、その現、基本形に戻して、まあ、解析を行います。でこれの、まあ、情報を抽出したら次は文中にある、述語の各フレームを参照してこの彼で言えば、まあ、人のカテゴリーがその中の各フレームに、まあ、存在するかっていうものを、調べてもしあった場合には、まあ、列挙して、まあ、その狂気頻度で、まあ、相当します。まず最後にその狂気頻度が高い順に、まあ、かかりつけを決めていってまあ、人がっていうものが呼ぶが一番高いのでまずこう決定して、まあ、次に人が泣くっていうのが2番目に高かったとしても、まあ、人が呼ぶでもかかりすぎが決まっているので、まあ、これは無視をして動物を呼ぶが次にまあ採用されるというふうになります。まあ、その結果はまあこちらの解析結果を出力することになります。本研究で構築したまあかかり受け解析を評価するために優しい日本語大訳コーパスの100文を用いて、まあが鬼での4つの核が正しく解析されているかというものを、まあ評価しました。比較するシステムはオリジナルが本研究で構築したかかり受け解析機で KNP は京都大学の解析機でかぼちゃは奈良先端大科学技術大学院大学のかかり受け解析のこの3つで比較を行います。実験結果としましては117箇所100分中117箇所をが鬼での核があってそれぞれ正しくかかり受け先が特定できていたのがまあ、どれも100個以上で、まあ、世界一で見るとほぼ 100% に近い性能を達成しています。これから見ても、まあ、オリジナルの核フレームを用いた人手で構築した核フレームが、まあ、優位に働いていると言えると思います。で具体的なその、解析結果を見ていくと、まあ、私がカメラで走っている彼女を見たというのは、まあ、既存の KNP でもカボチャでも解析することができなかった文章なんですけども私が構築した、まあ解析機では、まあ、カメラでというものが、まあ、見たに正しくかかるようになっています。まあ、このようになる理由としましては、まあ、核フレームの中の、まあ情報としてカメラで走る、まあ走る手段としてカメラという機械を核フレームに登録されていないので、カメラで見るという正しいその候補のみがかかり先の候補として生成されるため既存先行研究で行われているかかり先解析ではできなくてもこの解析ではできることとなっています。このように、まあ、一つの文章に、まあ、述語が複数含まれるときに、まあ、かかり受け解析は、まあ、間違いやすい、まあ、複雑になって、まあ、解析することができないんですけども、まあ、人手で高品質、よりノイズの少ない核レームを構築することで、まあ、このように、まあ、述語が複数出てきても、まあ、正しく解析することができると言います。それでも、一方なんですけども私のシステムでは、まあ、頻度によって、まあ、かかり先を決定しているので、まあ、そのできるやったり、まあ、する、まあ、あるといった、まあ、よく出てくる、まあ、述語に対して、まあ、誤ってかかる、まあ、傾向が非常に高いことが分かっています。まあ、このような問題に対しては、まあ、KNP ではかぼちゃの分節区切りではこの切るで切れてことがで切れてできますかで全て分かれてしまっているんですけども KNP は切ることができますかをひとまとりにしているのでそのように何々をすることができますかっていうのを一つのフレーズとして捉えてかかり受け解析をすることで
このできますかであったり、何々する、何々であるとかいう、そういうフレーズをにかかりやすくなる傾向を、まあ、薄くして、まあ、かかり解析を改善することができるのではないかなと考えられます。はい、以上で終わります。